こんにちは、ブルーホースです。ということでね、続きやっていきましょうか。ゼルダの伝説、時のオカリナ。もうパート忘れた。ということで、前回森の神殿でですね、無事幼馴染をクリアすることができて、まあ、新たなね、嫁候補の、なんだっけ、テクノキの、息子を、まあ、捕まえるっていうか、はい。まあできたっていうことなんですけど、今回は、じゃあ次のステージですね、に進んでいくのかっていうところなんですが、やることはまず大きく2点ですね。これがまあできればこのパートなんとか、収束に向かえるかなと思ってるんですけど、まず1つが、馬手に入れます。足手に入れねえと、まあ、大変なんで、実は足を手に入れましょうということで、今から、まあ、トラーレのですね、女の子を助けに行こうかな。さあ、ちなみに、親父はクビになって、カリコ村で、毎日ぐーたら生活をしている。相変わらず天気とか変わってんな。これあれなのかな？運気をクリアすることで、なんとかなるのかな？まあ、はい、7年前にですね、ロリ少女女の子っていうことで、手に入れた、まあ、彼女候補、嫁候補1がね、まあ、この、ちょっと、この中で働いてんだっけ、今。ちょっと話しかけてみましょうか。お邪魔しまーす。いる？あ、いた。ああ、そう、無理なのか。よし、よし。ね、どう？みんな。父元かなんかってこうさ、こうよく見て、なんかさ、あれっぽくない？エマ・ワトソン、ああ、おしゃべっちゃった。珍しいお客様なんて、久しぶりにどっから来たの？街の人もいなくなっちゃったし、ガンモ豆腐が現れてから、あちこち、あれあって、怪物だらけ。インゴーさんもあいつに切られると馬たちを利用して、みんなひどい人になっていっちゃう。私の父さんもね、インゴーさんに牧場を追い出されちゃってて、私がインゴー先生からったら馬たちまでひどい目に遭うから、だから私、何もしてあげられないの。おーねえ、まあねえ、一体7年で何が起こったかって全然、だってインゴもさ、腹立ってるからってさ、まさかガンモ豆腐でね、おでんのぐーっと仲良くするなんていうのもね、なんか変な話だよね。まあどうせならね、じゃあ俺は竹馬でやってやりやすとかさ、ね、そのくらいのなんかちょっとね、度胸とかあったらいいんですよね。まあとりあえず、なんだっけ、これ2回乗らなきゃいけないんだよ。33ルピーしかねえ。俺が牧場騙しとったなんて噂してやつがかかりこぶるあたりにいるらしいが、ふざけんじゃねえ。カロンの野郎がお人よしなんだよ。このインゴ様が一生懸命働いたから今の牧場があるんだ。赤の谷の兄ちゃんなんかに文句言われたくねえな。それにガンドロス様がこの俺の腕を見込んで牧場を任せてくださったんだ。俺は立派な馬を育てて大魔王ガンドロス様に認めてもらって出世するんだ。一応会社組織なんだね。知らなかった。そんなことより兄ちゃん、今ここにいる馬に乗りたくてか？10ルピーで馬に乗るぜ。ああ、乗ってやろうじゃねえか。馬に乗る方聞かない。じゃ巻いてやり。いい、これで、じゃあ2回乗らなきゃいけないんだっけ？忘れた、じゃあ2回話しかけるだったか？あ、来た。はい、もうね、明らかにね、馬というね、もうなんかステータスがすごい高い感じになってるね。ということで、ほい、ほい、徐々に注文、しゃべる。俺の時は止まっていいな。そういや兄ちゃん、どっかで見たことがあるような。いや、僕は初耳ですけどね。歌に乗ったままにうまい話を全部もうかりか。いやいや、やるやる。メロン、ちょっと間違えた。何してるバカ。もか。10ピーで馬に乗れるぜ。あ、ちょっと待って。聞かない。あ、そういえばさ、なんか掛け金50ルピーとかなんかそんなじゃなかったっけ。あ、じゃあ無理だ。まず、軍資金集めからだな。軍資金か、どこで集められるかな。どうしようか。金がパッと貯まればいいんだよね。だって、100ルピーだか50ルピーだかな。それくらいの掛け金じゃないと、間違えたらなんで俺辞めるって言っちゃったんだろうね。バカだよね。ずいぶん腕上げたけじゃねえか。俺で発熱中、その場でコース一周勝負で課金50ルピーでお題やる。おいおい、50ルピーこっちもね、金レス勝負できねえな。ですよねー、ごめん。そうだ、すっかり忘れてたわ。これなんか飛んだらさ、お金もらえるとかそういうのないのか。よし。じゃあやめるか。あ、もういいや、飽きた。また後で来てあげるよ。いや、やめます。なんでやっちまったんだろうな。ってことは、あと今から50ルピーを稼いでこなくちゃいけないってことですね。うわぁ、こいつら切り刻みてぇ。ということで、金を貯めてくるまで、一旦、あれだね、カットだな。はい。
戻ってきました、ロンロン牧場ということで、往復している間にね、夕方になってしまったということでね、はい、186ルピー荒稼ぎしてきました。なんか、あの、ゼル、じゃあ、ハイリア城か。ハイリア城下町にある、いや、聞かないです。なんだっけ、ハイリア城下町にある、あの、なんか、塔を買ってくれる変態ちゃんがいるじゃないですか。あそこでなんか20ルピーが壺に入ってるっていうのを気づいて、はい。で、まあ、一応レース50ルピーかかるんで、まあ、トータル60ルピー稼げばいいかなーなと思ったけど、まあ、負ける可能性もあるから、ね、負けたことないんだけど、もうおっさんだから負ける可能性があるんだ。はい。こいつもさ、まださ、トータルで30秒も乗ってないやつに対してさ、ずいぶん腕上げた種類があって、もう、お前何見てたのっていう話なんですよね。うん。じゃあ行きましょうか。おぉーかっこいい。めっちゃ引っかかってるんで、あとは、レースを2周するだったっけ？こいやん。で、こいつが前に入ってこれないように、まあ、ちょっと前を塞ぎながら、まあ、ちょっとこいつの見たくもない受け止めなきゃいけないっていうところなんだけど、よいしょー。まあ、ただね、まあ、2周ってね、急にグワッとね、前に上がってくる可能性はあるから、それは注意しなきゃいけないということで、あと1周。二周じゃなかった。一周で終わりか。くわーくっそーこんなことがガヌックルス様に死ねたら、てめえ、もうちょい勝負だ。てめえが勝ったら、その馬、てめえにくれてやるー。おいおいおい、かけ、え、ちょっと、うん。やばいやばい。ずる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 インコですインコですインコだけにインコです何もうまくないほいよいしょ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 さあエポラン今ですうんちばくだ2周でいいよね2周でいいならもうあとはもうちょっといじめるだけなんですよさっきでも2秒自身だったじゃあ1秒わかんないとりあえずもうなんか時間かその馬はエプラじゃねえかその暴れ馬を一瞬前にどうやって手なずけやがったガランダのサミプレゼントのアサルの馬をかけてレースに負けるなんてくそー約束通りそのお前は馬にくれてやる日本語になってないただしこの牧場から出られねえからなでんなんか次へって書いてあるんだよで、どうしようかなじゃあどこから出る喋るって言ってるんだけどあ、これやばいあ、よかったよかったじゃあ、ちょっと怖いことしてやろうあ、じゃあ出るなにあ、約束通りそのままやあ、大事なことなので2回言ってみましたみたいなでこいつ弓矢でぶち抜きやろうかちょってきたらったったったほいあれはちょっとなんか飛んでくれないんだけどあれいや本当にこの牧場から出られねえかマジかでもなんかこういろんなところから出られるじゃないですかまあでもやっぱあっちから出たいよねこっから出たいねほっいこれがかっこいいんだよなやいいね夕方を駆け抜けるどう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 夜になっちゃった。あおということで、足湯で駆け抜けるのが早くなったっちゅうことで、よいしょ。で、もう一つの、ミッションがですね、なんだっけ。あ、そうそう、弓矢を強化するっていうところですね。弓を強化するっていうところ。この二つですね。よいしょ。降ります。待って、ここで今あれだな、鳴らしたら、なんか、ロンドン牧場から走っ、しまった、大きくなった、あの子と話をしてみたかった、まあ、またいつか機会あるでしょう。ねえ、いろんな嫁候補を出してるから、ちなみにエポナも女の子だからね、あの子も嫁候補ですよ。じゃあ、デクの貴様のデス、あれ男じゃねって感じですね。なんなら、ラウルの嫁候補にしちゃってるからね、がっつり男。さーて、弓矢を攻撃していきましょう。あれ、結局金、あれなんだよ。使ってねえんだな。で、ちょっとね、いいじゃん。ああ、全然足りないですね。残念でした。で、ルルルルル、こっちじゃない。間違えた。こっちだ、こっち。え、確か、タロンはもういるのかなタロン話しかけてみるか。いればの話だった。さーって大人を呼吸してるよね。
ゲーム20分いってやるー大人のプレイスパーティー大人のプレイだって寝ろちょっとちょっとあ、微調整がむずいな飛んでこい上かまずかあ、ちょやばいやばいやばい、下手くそだあ、まさかのソロ時間で元練習、うん、元練習します元練習したいので、はい、大人のプレイスポーツこれ、どっちから来ても大丈夫だよ、よし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 あっちちちちあばばばピッピッさちかくんトゥトゥオーケーパウダーとワンダフォーブラボーそんなあなたに素敵なプレゼントジッキーンやったー持てた1回20ルピーなのにね、62ルピーを散財させるというね赤字になんないのかちょっと不思議なんだねよしじゃあ、一旦ね、全部クリアしたんでじゃあ本パート割ってわけにはいかないですよまあ多分10分、12、15分もやってないんじゃないかっていうことなのでよしあ、違う違う、ペペあ、そうだそうだ、タロンに挨拶しに行くんだったせやまあ意味ないけどよし、お邪魔しますえ、いる。あ、いたわ、ほら。マロン元気だか、みんな心配かけてすまねえぐ。起きるわ。あれ、こっち、コキコキって起こさねえとダメなのかな。まあいいや。あ、ん？そうだよ、ね。ちょっと待ってね。手乗りコッコを確かこいつくれるんじゃなかったっけ。お姉さん、お姉さん。あなたまだ嫁候補にしてんだっけね。あ、私、おかげできたの、テレビコッコってなるかもってる。なんで鳥肌立たないんだよ。ココはね、レボスケを叩き起こすによく言うの有名でしょ。この本、ケータでレボスケを起こすまずする。でも私のココ、今ちょっぴり欲求不満気味なんだ。だってココの扱いうまそうね。じゃあ、この卵を開ける。生まれたらココ、どうやってみる。じゃじゃじゃ、やれ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 。でもココで痛い目に遭ったことあるけど、まあ、このプレイの中じゃないけど、ね、欲求不満なのって何なんだろうね。なんかもう、欲求不満ってなるともうエロいことしか頭に浮かばないんだけど、みんなどう育ちばかりの皆さん。ね。まあ、ゼルダの伝説なんてさ、女の子もやったりとかするからさ、こんなさ、欲求不満だとかさ、なんか嫁候補だとかエロいだとかって言ってたら、もう誰もね、女の子の実況者じゃねえ、女の子の、なんか見てくれなさそうになるかもしれないけど、はい。おっさんのざれ言なんて気にせず君ということでやっていきましょう。なんか上からゴスンゴスン降ってくるんだっけ？ドゥッドゥッ、ドゥッドゥッドゥッ、なんか急に火山噴火、雨あられみたいなのなかったとしたっけ？大丈夫か？そうだね。なんか岩がゴロゴロ、身ゴロゴロなんだな。で、父ちゃんが、ああ、うわ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 。よし。ギリギリー、ギリギリー、ひーだったり。で、こっち進んでいきまして。まあ、とりあえず、ホルトの神殿の前まで行けたらそれで十分かなって。これ、ぴょん。あのね、何の意味もないですけどね、腕つったというか、よし、で入っていきましょう。なんか本当にもうあれだね、もう火山噴火前5秒前っていうね、火山噴火5秒前みたいな感じだから、すげえ持ってるんですよ。ちなみにここで抜けるんだっけ？まあいいや、まあ抜かないけどさ。で、手乗りポップはいつあるの？あ、じゃあ一晩経って開かないといけないんだっけ？で、なぜかね、ここからあれがなくなってるんですよ、槍。あの槍は何のために刺すの？あれを使ってあれか、ドローンをぶっ刺すみたいな、そんな感じなの。しかも、よし、OK。危ない。もうちょっとで燃え尽きると。これ。ビスマウント、タコ。じゃん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 。なんじゃんじゃん。ここかも？ん？ ここも向こうバシッと行けると思うんだけど、今は行けないから。よし、じゃあ行きましょう。なんでそこに引っかかってるんだ？よいしょ。よいしょ。ほい。パコッと、OK。さあ行くと、変態が、キュッ。もうその格好で大丈夫？俺服着替えてんだけど。体格服に。
お前何もねえだろ、時を超えて育くまでし、真実の友情は時を経てより強き絆となる。その熱い心はやがて正しき者の力となり、進むべき道を照らすであろう。その強き心を確かめよ、炎のボレロを聞くがいい。森のメネータはもう忘れない。トゥン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 、トゥン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 、大丈夫？炎のボレロを覚えた。オーケー。ボス、また会おう。こいつ実はバルボンなんじゃねえか。もっとなんかこうイケメンの声に生まれたかったよね。どっちかっていうともう完全に悪人だからさ、私さ。完全にガノンドロークなんですよ、私。あそこに行くと、これってでも落ちたら死ぬんだって。だよね。なんかロングフック手に入れてからまたここに戻ってきたらいいんだろうけど、あ、ネタバレだな、ロングフックって言葉自体が。この先は、この先ってなんかある？おー、危ねえな。別になんかあるわけじゃないのか。あ、これもしかして、負けた。来たか。もう自分が歌ったのに覚えてない。あれ、デスモンテの調子の子もなんか変だと思わない？あ、あそこに出てくるんじゃなかったっけ。気のせいでございました。何も出てきませんということで、あぶねー。よし、じゃあこのままちょっとやっていこうか。もう死んでね、炎の神殿まではまだなんかね、いけそうな気がするんですけど、問題次なんだよね。おっきいお口ですね。よし、あいつ急におっさん。さーて、彼女ふっ、ここ出てこないかな。さあ、なんかパッサ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 してはいけない、いけない。こっちです。合ってるっけ。おー、ゴロン、ああ、早速出会ってきた。元カノ、そこにいるの、ブルオス。おお、ブルオス、ゴロンさん。しばらく会わねえ間に大きくなれやがって。久しぶりにゆっくりと男でよしで話して、ところがそうも言ってるのに、ガロンドロにある太古の地あるバルバジアを蘇らすつもりだった。おまけに他の部族への見せしめだ。ふざかしやがって、俺の中もジャルのやつに、ガッサー。ジャルがここから出ちまったら、入る場所が焼けのがあるだろう。俺はジャルを封じるためこの先へ行く。伝説のアンマがねえのか、ポール元ねえが仕方ない。ブルース、おめえを今日だって見込んで頼む。俺がジャルを封じてるので仲間たち助けてやってくれ。反対から回っていけるやつさ、頼んだ。ブルーハウス、いや、ボス鍵ちょうだい。ボス鍵欲しかった。で、すぐ目の前に仲間いるぞ。なぜ助けないの？見捨てられたことかだるにゃ。仕方ないごろねえ。ってことで、テレリリリ。相変わらずのんびりした顔だな。お、もしかして逃げていいのか。じゃあ俺に秘密教えるころ。誰に大きな入っていた部屋に行くには天井に刺さった柱をなんとかしないとダメだころ。早く天井の上の部屋に行けるか、めっちゃ深くすぞ。いつの間にでかった場所。これで、ここに行くか。キュンストーン、いいね。だからここどう頑張っても飛べないってことだもんね。これを落ちるとだからダメージ食らっちまうだすって話だよ。ちょちょちょ、危ない危ない。キュン、ちょっとあれ、あれ、君は今も行ってないもんね。よし、じゃあ、あ、この違うゲーム会社の名前出した。下は今行っても仕方ないもんね。どうだったかー。甘いわー。
何も出さない痛い。とりあえず迷うまで頑張ります。迷うまで頑張るんだけど、道なりに進んでいくのもまだ違うよねって気がするんだよ。よいしょ。とりあえず下受けます。おお、いいね。順調順調。何匹捕まってんだろうな。パスとして圧倒的に少ないよね。ちょっと待って、あ、開かない開かない開かない。何、ゴロンに話しかけないと開いてくれないシステム。どう、いいねいいね。小さい鍵見つけた。もしかして逃げていいの。じゃあ俺に秘密を教えるほど、ゴロン名物のあれでぶっ壊せる壁や剣で叩くとちょっと違うことするゴロン。ここにあるゴロン。ないゴロン。帰るゴロン。よいしょと。ほんで、ここで。ちょ、待てた。オッケー。すげえ手がベッドベッドしてる。やだわ。あ、ガチョン。おおおおおおお。あ、ここ別にこっちに来なくてもいいから。なるほどね。ティー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 。崩れる床をかけろってマリオゲームがあるけど、これは何、飛び交う飛び交う床を、なんとか。うわあれあれ、ちょっと食われると全然想定しなかったわ。よいしょ。これさ、服剥がれたってことはさ、冷静にかかると、この浮きりの服の上にゴロン族の服を着てるってことだよな。もうゴワゴワやん。よいしょー。反対で、あっち側もなんかあるしな。よいしょ。あっち側も何かあるんだっすね。あれはどうやって来たらいいの。あ、普通に来てる。あ、危ない危ない危ない。もういっぱい飛んできてる。いっぱい飛んできてる。少し。登って。ゴロン名物、あれ。よいしょ。ほい。この距離で、ってなんだ。あー、どうも、扉ね。開けると中には何がいる、ゴロン。オッケー、開いたゴロン。先に始める。もう、しかし逃げていいゴロ。じゃあ俺に秘密を教えるゴロ。この神殿には剣で切らないとダメなスイッチがあるけど、ゴロン名物のあれでもオッケーゴロ。じゃあ剣で切らないとダメじゃない。ジョープンセサベーパコンペネペペン。オッケー、ぽよぽよオープン。あ、二手に入れたから、これでまあしばらく順調におそらく進めるだろうと信じて、で、こっち登れ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 。あー、ここなんかよく行ったり来たりしてた気がするな。ここあれだろ、なんか坂道みたいなところシューッと降りていくところだしょだしょだしょ。よいしょ。こんな暑いところによくあんな雲とか入れるよね。すごいな、雲って燃えないんだもんね。で、人が燃えそうなくらいの体温でしょ、これだと。えぐくないよ、よく考えたら。ねえ。あ、ちょちょちょ。何してんの？バカ。気づこうぜ。やったー！ファーストキャッチプリックがたくさんくれた、嬉しい。もう一個ちょうだい。ほい。あ、ちょちょちょ、降ります。ほい。すん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 。これどうなるかな。よいしょ。
発射準備オーライ。ジュッシュ。はい。OK。OK。あ、よかった。2つゲットしといて。これ2つゲットしなかったらいけなかったところだよね。で、あー、うん。あなた、マグマック。マグマックはその大したことないから大丈夫。ねえ、ただこいつらな。スピードもなければ。ただハート、ハートしかくれないからね。あ、もうちょっと待って、先にこう、フォローしといた方がいいのかな。いいの、フォローしてよいしょよいしょ。あれ、なんか押す系のスイッチってあったっけ。あー、そういうことか。なるほどね。ちょっと待ってね。よいしょっと、踏んで、で、こっちから登っていかなきゃいけない。あれ、こんなんだったけど、もう覚えてねえわ。よいしょ。で、ここにマグマックは別に裏側にもいない。そんな疑われてますね。ちょっとゴロン名物、あれ使うか。掘ります。割と、時間短いです、これ。オッケー。まあまあ余裕だった。ただちょっと待って、なんかすげえ嫌な音してるんだけど、ぬもんぬもん。あ、ここじゃないか。ここもさすがにいないよね。ここぶっ飛ばされたら終わりだもん。いな、そうだよね、それ。危ない。よいしょ。さあ、入ってて。ああ、そういえばこんなのあったな。なんかそこら中からなんか、あれ降ってくるんで、あれ？ここはなんか岩だけか。ちょっと待ってね。何かがあるかな。お？あ、こんみたいなのに、あの地図とか全然覚えてないまま、あのだってマップもさ、なんだっけ、あれもないままだから、ね、もうこっち逃げていいこと。じゃあ俺に秘密教えるころ、体に火がついた時剣振ったらすぐに前転しても OK こと。火につかないように気をつけなきゃいけないんだよな。よし、鍵かな。あ、だよね。よっしゃー、とりあえず一発目のあいつだけでもぶちのめしたらいいって感じにしよっかね。本当はね、ちょっと一つの神殿クリアするまで連続でやっていきたいなって思うところころなんだが、普通のパッキン。あー、おお、加速よ。北京ダック、ここは今じゃない気がするな。落ちたら痛いところだ。で、ほいほいほい。どこまでいっ、おお、危ね。こいつらの原動力何？どうやって動いてんのこれ。上にマグマグー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 いてー。で、帰っていくんかーい。あ、しかもそこにある。あ、しかも、これ、ちょちょちょ、おおおおおお。カニ歩き、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 カニ歩き。オッケーオッケー、カニ歩きが初めて役に立ったかもしれない。いっぱいゴロ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 してる。ゴロンだゴロー。おお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 お。もう、俺たち逃げていいの？じゃあ俺に秘密教えるゴロ。この神殿、空気する、倒れてくる扉があるから、俺たちはすぐ逃げるゴロ。あれなら壊せるゴロよ。あれ、あれ、あへ、あへ。なんだっけ？よし、小さいやつ見つけた。よいしょ、シャギン。これあれか、上からさリザルフォスが落ちてくるって言ったけど、それあれだ、ウラゼルダか。ウラゼルダとかさ、もう難易度が高すぎてさ、最初のデクの貴様からもう積んでるんだよね。あと見えちゃいけない壁の向こう側が見えてるんだけど、あれやっぱどっかでシャリンシャリン言ってんだよ。ここじゃないのか。ちょっとあれだな、さっきのところ行かなきゃいけないんだな。ああ、よし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 。あとは、ちょっと待ってね。ほい。こっち向いて。こっちの方がいい。よし。次、ああ、あれ入れたし、そっか、ちょっと待ってね。まあいいや、じゃあこっち行ってみようか。ジュワン。何が待ち受けてるかって、これ落ちるとマジで痛いから。慎重に。いやいやいや、みんな。あの、どれだけのために一回落ちてきなっていうのは、そんなダメっすよ。怖い。ああ、ここでようやくか。ペキ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 、プクプクポコポコポコ。
ダンジョンか。やっぱコンパスも欲しいよね。おう。よしよし。まっすぐ。開けます。で、あーこれか。後ろからステーマリングルーカーベ。じゃあ。あれちなみに壁当たっても関係ないね、多分ね。そんなこともない。今小さい鍵がないからとりあえずこっち逃げていって、おい、やり過ごしてた。あそかで、あれか逆から行ったら、あ、なんだ別に開けなくてもよかったのかじゃあ。うん。もうこっちは。いやいや終わり。ほい。ヘイヘイ。めっちゃヘイヘイ言うやん。パス欲しいのとか。これ開けると？おおあっちか。ここも開く？わかんないけど。まあ音なんないから開かな。もう前。よいしょ、あいつにぶっ飛ばされないように気をつけなきゃいけないから、マグマ、ほら、ほら、剣の剣、剣の舞か。もうここで鍵を手に入れてさっきに戻るんだ。もう、もしかして逃げていいもの？じゃあ、俺に秘密を教えるこのマップにあるのに行けないところはオカリナ、オカリナを吹いてみる。オカリナ吹き見ごろ、トゥルトゥルトゥルよいしょ。一刻ギリギリだな。ギリギリだけの上に。あ、ギリギリじゃなかった。よいしょ。やばいやばい。危ない危ない危ない。マグマ君、体当たりだ。ああ、落ちちまった。そういうこともあるき。どこ行ったらいいんだっけ？違う。痛い。交通事故にご用心。ってことは、ここ行って。で、まあ、さっきの行く前にでもあれだね、また戻ってこなきゃいけないから、あ、慣れたもんよ。痛い、慣れてないんだよね。なんだかんだでも30分超えちゃったな。やばいな、やばいな。よいしょ、またつまりくるー壁。あ、べべべべべ、ラジコン操作ってむずい。ラジコン操作じゃねえの、ビデオ視点か。ほい、めっちゃ OK。 じゃあ一旦どうしようかな。マグマックにビビってね、やっちまったからな。おお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 、あ、すげえ。これで突進されたダメージだけしか食らわずに済んだことなんですね。ということでこう、よし、じゃあ時間のいいところまで来たんで、一旦ここで終了いたしましょうか。小さな鍵を見つけたしね。もう、もしかして逃げていいこの、じゃあ俺に秘密を教えるこの、この先に踊って攻撃するやつが弓は効かないこの、やっぱりゴロン名物のあれ、それで決まりこの、それだったっけ、多分引っ張り出すんじゃなかったっけ、こいつで。ね。よし、じゃあ、一旦、この神殿こちらで終了させていただきます。まあ、近いパートでクリアできれば、御の字かなっていうところなんですけど、まあ、ちょっと、うろ覚えなんでね、おっさんの知恵袋とかで頑張ってやるんですけれども、応援よろしくお願いします。はい、ということで、今回は以上です。ではまた、チャンネル登録もよろしく。バイチャン。